どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそ。はい、今日はですね、装置類、簡単な装置類、ちょっと、設置していきたいなと思います。まずはあれ、シーピクルスの製造機ですね。そして、本当に簡単なサボテンの収穫機ですね。あちらの方を作っていきたいなと思います。ということで、早速始めてまいりましょう。はい、簡単すぎてすぐ終わっちゃうという案件でございます。それではね、早速ちょっと準備していきたいと思います。なんかおじさんの声聞こえなかった？あ、いた。なぜここに？染料ばかりですね。アリウム。何言ってたっけ？あ、そうか。シーピクルスだね。シーピクルスですから、これ。10個持っていくか、こっちの方がいいか、資産12の方が、で、サンゴですよね。で、あと、骨もあるから、3スタックあればいいのかな？看板2つ。で、赤石、パウダーだよね。パウダーちょっとこれだけ持っていって、で、ドロッパーと、オブザーバー。で、あとチェスト。1個と、そんなところ？で、今度サボテンだよね。サボテンってどこです？サボテンはね、砂？あ、ここか。こっちに移したんか。2個あればいいので。で、あと砂だよね。2つ分セットします。で、8、2は16。ホッパー16。ちょっと作ろうか。あ、じゃあチェスト。16個のチェスト。16個、18個だね。1,2,3,4,5,6,7,8 で、8個のこれで18個で、鉄、で、ここあった小高い山、削って、処理いたしました。なくしました。ここにあるんで、これ使ってちょっとホッパー16個だね。あと4つ。はい、で16個できましたね。これでいいんだっけ。はい、じゃあ一回これでちょっと作りに行きたいと思います。装置類はね、第二拠点の方で、作りたいと思います。石レンガ持ってくの忘れた。土台がなければ、あ、いいか、こっち側から。ついでに無限水源作っとくか。忘れておりました。紹介忘れておりました。こちら、地下。このように作りました。こういう空間。ちょっとまだ床と壁張ってませんけれども、こういう感じの、地下室、作っております。一応今のところこんだけで、上の地面がすぐそこなんで、そんな、あれなんだけど、もうちょっとなんとかしたいよね。地下2階程度にしてもいいのかなと思ったりなんかしてね。はい。まあ、ここからどう変わるかちょっとわかりませんけど、今のところこういう感じの地下室作っております。ちょっと後で、整備いたします。何しに来たっけ？あ、そうか。無限水源。どこに作る？あ、ちょうどもうここに作っとこうか。無限水源もここに作っとこう。全部仮です。この建物自体も仮なんでね。でいいかな。で、3つばかり開けとこうか。ここに作りましょう。まずシーピクルスですね。ここにあれだからで、ここにチェスト置こうか。ちょっと下見えちゃう。まあ、ここまでこだわらなくていいんだけどね。仮設置なんでね。あ、いらんのか。何やってんだ。
で、ここにチェストを置いて、で、ここサンゴ置くでしょ。あ、これ違ったっけ。これで いけるんだったっけ。あ、そっか、中に入り込まないといけないから、やっぱあれなんだ、私自身が中に入らないといけないから、こここうだ。で、水をせき止めるんで、看板ここにつけまして、で、ここにドロッパーですよね。こっち側からつけた方が良かったんだっけ。いつもこれディスペンサーの向きに悩むんだよね。こうね、上に信号が来るようにしなきゃいけないので、で、ここの信号をこっちのドロッパーに伝えるためにパウダーでこうつなぎます。これで終わりです簡単だね。ではこれでこうやるでしょ。あーちゃんはこうやるでしょ。カチカチ取りますよね。で、ここにあるシーピクルスをオブザーバーが見ていて、で、それで信号をね、こっちに伝えると、ドロッパーに伝えてコップを吐き出すという仕組みでございますね。単純なやつです。はい、これで終わりで、あとは、こっからね、水ジャパーしときます。で、サンゴね、水先に与えとかないとサンゴが枯れちゃうんで、はい、これで OK ですね。で、あとコップを入れると、ちょっとバラして、ドロッちゃうよね、ドロッパーちゃうよね、ディスペンサーだよね。ドロッパーだとコップが出てきちゃう、間違えた。こっち置いてたよな。あ、ちゃう、ドロッパーしか置いてないわ。また取りに行かないと。何やってんでしょうね。ディスペンサーこっちで作れたっけ。ドロッパーのディスペンサー、あー、そっか、弓がいるわ。ということは、早くちょっと倉庫完成させて、地下倉庫完成させて、道具類ある程度こっちにも持ってきとかないと何もできねえという感じだよね。いちいちこれあっち行ったりこっち行ったりしなきゃいけないんで。おじさんまだいますね。ディスペンサー、あ、あるわ。ちょっと半分持っていっときます。いいかな。で、ちょっと外しますね。で、水も一旦取ります。で、ドロッパー取って、で、こっちディスペンサー、なんで間違えたんだろうね。で、ディスペンサーにコップに入れていきます。で、再び水流して、あ、コップに流れちゃったね。これでいいかな。で、コップも入ったんで、ではね、これでもう完成しているんで、これ、シーピクルスをオフハンドに持ちます。右クリックをシパーでセットされたら、で、4つになりましたよね。で、これで左クリックで外します。これの繰り返しです。右クリックをしっぱなしで、で、左クリックでポンポン取っていくという感じですね。で、これでオフハンド見てもらえればお分かりの通り増えていっておりますね。で、これがシーピクルス製造機となります。楽ですね。で、こっち入れときます。またコップんちか骨持ってきとかないといけないね。はい、これで完了です。で、あとサボテンの収穫機ですよね。あ、ガラスいるやん。板ガラス2枚、板ガラス2枚、並べるかな。並べても、で、真ん中にガラス置きゃいいんだけど、あれ消えちゃうかの、横のサボテンに当たって消えちゃうということも考えられるんで、こうして真ん中にこうですよね。あ、同じようにちょっと作ろう。
ちなみにこれも仮設置です。ああ。でぐるりと取り囲んでいくという感じですよね。水で流して回収した方が楽なように思うんですけど、ちょっと場所取るんでね。いいかな。でここに、違う、この上でいいんだ。こうだ。これでいいんだ。で、サボテンをここに置いておくと。そうすると、成長するとこの板ガラスに当たって、下に落ちて、で、下にあるホッパーが回収してくれるということですね。で、ちょっとこれで様子見ましょう。コンポスターもちょっと持ってきとかない、作って置いとかないとね。はい。一応これで完成です。ここら辺見苦しいな。じゃあちょっと地下室、チェスト、あ、先に床張らないといけないんだ。え、ダークオーク持ってきたっけ？あ、ダークオーク持ってきてねえや。あったっけ？持ってきてたっけ？どうしようかな。下ね、これちょっと、ダークオークで行こうと思ってたんですよ。ダークオーク持ってくるの忘れてた。あ、アロも、ここあるわ。で、これ使おう。ちょっと床をダークオークに張り替えます。で、チェストを、地の面だけチェストにするかな。で、こっちはまた何か装置類かなんか、かまどとかそっちを置こうかなと。で、ここもね、一応、チェストを置けるように、こっちと、こっちね、一応用意しています。で、上ハーフに張り替えないといけないんだよね。開け、チェストが開けられるようにしないといけないんで。で、これでちょっとは閉まるでしょ。で、いいっすかね。で、取った白樺を壁に。おーおーおお。どうしようかな。こっち穴開いてんだよね。下ね、洞窟みたいなのがあるんでね。こういう風な感じになっております。はい、OK、 はい、これで一応地下室できました。あとちょっとチェストこっちに並べるという作業が残ってますけれども、あー、ほら落雷だ。よく燃えるよここ。すごいね今回の落雷。火災起きてない？今のところ大丈夫かな。我が家はこれ大丈夫なんだよね。ただこっちのゾンビハウスがやられちゃう可能性があるんだよね。はい、という感じでございます。またチェストとかはね、後で、配置してちゃんと使えるようにしておきたいと思います。サボテンどうなったかちょっと見に行こうか。あ、来てないよね。あ、来てる。1個取れてますね。はい、はい、ということで、いろいろと、充実してきております。響きワールド、第二拠点でございます。まだあっちも削ったり、ちょっといろいろしなきゃいけないのと、あと、これ、塀でね、安全対策、そして湧き潰し、しなきゃなりませんけれども、まだまだやることいっぱいでございます。はい、ということで、今回はこれにて終了したいと思います。ではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。